こうぜ。はいはいはい、残念。チャンスです。はい、残念。がっつくなって、これでも食らいな。仇は取ります。たまへんだろって。アーロンさん、はっさい。はい、残念。いつでも行ける。おまけです。そこだ、テリー。えっ、いや、もらった。アーロンさん。はいはい、残念。チャンスです。炎の加護、輝ける花よ。ガッツ。はっ、借りは返すぜ。ソラよ。悪くね。頼む、アリエス。ブーストゲージ、後期です。残念。続けよ、バン。もらった。行くぜ。ブーストゲージ、リミット解放。さっさと。一服どうだ。これも失礼。そうだよ。敵は取ります。はい、残念。術式合成ってな。いつでも行ける。続けろ、バン。頼む、アリエス。全力で行きます。ドライブ開始。やっ。悪くね。そーら、行くぜ。もらった。はっ、敵は取ります。せよ、や、今です。フィーバータイムだ。崩れたのか。チャンスです。一気に決め、そうそう、そう来なくっちゃな。ブーストゲージ、そーらよ。返り討ちだ。はい、おまけだ。さて、一勝。考えないです、ところで。くっ。
ソラよ。返り討ちだ。ここだフェリー。それ悪いな。バンさん、敵は取ります。それアーロンさん、はい、ちょい止まってるな。せいぜいゆるーく行こうぜ。さあ、チャンスだ。私が相手です。続けよ、バン。そこだ、テリー。ブーストが有効だよ。炎よ。術式合成ってな。それそう、返り討ちだ。はい、おまけだ。続けよ、バン。もらった。はい、残念。上等だ。いつでも行ける。ドライブ開始よ。ザイが駆動。きっとしろ。クロエ、行きます。全力で行きます。ドライブ開始。それベイさん、あやあ悪くね。チャンスだ。続けよ、バン。はい、
残念。敵は取ります。せよ、やっ。はい、残念。はっはっ。センサー、そらよ。悪くない。行くぜ。スタンダー、頼む、アリエス。お願い。楽しみはこれからだろう。好機です。それ、ベリちゃん。チャンスだ。いつでも行ける。もっとだ。もっと楽しもうぜ。ソラよ、助かりました。手当てが必要です。ソレ、助かりました。ソラよ、フィーバータイムだ。シャキッとしろ。助かりました。行くぜ。はい、残念。チャンスです。全力でいきます。いいね、最高だよお前ら。そうだよ。上等だ。頼んだぜ、アニエス。ブーストレール最大です。それ、助かったぜ。ダセーな。体力低下、大丈夫？いいね、最高だよお前。そうだよ。悪くね。気が回ったか。上等だ。悪いな。頼んだぜアニエス。借りは返す。そこです。そこだ、ヘリ。それ悪くね。それよ、フィーバータイムだ。ほらよ、アーロンさん。うん、それよ。返り討ちだ。はい、おまけです。続けよ、バン。今です。好機です。せよ、やっ。せよ。チャンスです。それ、やっ。おまけだ。上等だ。はい、残念。帰り討ちだ。おまけです。負けません。押せ。
頼む、アリエス。全力でいきます。いや、しろアーロンさん。おまけです。陶器です。もらった。そうだよ、ここです。チャンスだ。そこです。いい仕上がりじゃねえか。まあ、こんなもんだろ。やりました。成長しました。とやりました。これで また広がりました。どうなってやがる。さっきのおじさんの後押しで臨界点を突破してしまったみたいね。レン先輩、バンさん、アニエスたちも手伝ってちょうだい。こうなったらシャードだろうが裏技だろうが、どんな手を使ってでも抑え込むしかない。楽園をここで終わらせるためにも。そうだな、いつまでも教団を引きずるわけにもいかねえ。ハトル様の分までシャード全開で対処いたします。ちょっと戦力が足りてないかも。あと少しなのに、それほどこの島を渦巻く想念が。クロス。呼ぶのはクロスだけなの？僕も応援する。もう誰も痛い思いをしないように。自分を信じて。私たちはもう知ってるわ。あなたは強い子だって。頑張れ、レン。僕たちがついてる。やあ。悪しき息吹が消えました。なんとかなったみてえだな。ああ。やりましたね、レン先輩。先輩？うん。よかった。ありがとう、アニエス。それから、みんなも。いやあ、お見事だ。まさか完全に封じ込めちまうとはな。虎の子の外郭もあっさり奪われちまったし、せっかくの計画が完全にパーになっちまった。やっぱ裏でフィクサーとして動いてる方がおじさん性に合ってるのかね。てめえ、計画を潰されたっていうのに随分と楽しそうだな。必死こいて練った犯罪計画をあっさり潰されるのもおつなもんでな。いつも完全犯罪を狙ってちゃ肩が凝っちまうだろ。だからお前らは面白い。俺の思い通りにならねえんだからな。理解できない価値観だけど。わからないわね、おじさん。あなたがそうまでして結社を裏切ってまで教団のやり残しにこだわった理由が。ああ、そこは俺も気になっていた。庭園の始まりに関わってたのは聞いたが、ここに至ってもなお目的が見えねえ。一体何がしたかったんだ。希代の犯罪者であるあんたは。
別に DG にこだわってるわけじゃねえが、ガキの頃から知ってる娘が未だに引きずってるって聞いたもんでな。間接的に手掛けた庭園という犯罪、その材料の一つに使った DG 教団、終わっちまったもんについてはスパッと忘れて次に行くのが俺の美学だが、視界に入る範囲でそんな風に引きずられちゃ気持ちよく次の企みに移れねえだろ。まさか先輩に乗り越えさせるために。犯罪者の美学ってやつか。あまりこのおじさんを過大評価しない方がいいわよ。どさくさで動機を私に押し付けてるけど、散々好き勝手やってたのは間違いないんだし。そうです反応兵器や PC 兵器だって、カトル様のことも含めてあまりに利己的な動きが目立つかと。間違いなくチート娘の方がついでだよな。やれやれ、信用あるね。まあいい、おじさんの出番はここまでだ。後ろだ。残念ね、優雅に一発で仕留められると思ったのに。なあちゃん、赤黒い魔装機グレンデルゾルガン、あれが。話には聞いてたけど、ここにいるということは。てめえやっぱり組んでやがったな。この場まではだが、しかし懐かしい空気だ。ガーデンマスター、アラミスの地下に現れた庭園の主を名乗ったという。これにて契約は完了。ご苦労だったな千の破壊者殿、これでようやく最後の仕込みを始められる。ま、今後は一切感知するつもりはねえ。あとは勝手にやってくれ。そっちの目的が達成できるかどうか、せいぜい楽しませてもらうぜ。破壊のおじさんから立て続けたわね。バンさん、いける？やるしかねえだろ。お前さんに見せんのはバーゼル以来か。メア！また現れたわね。そっちの二人も含めて使徒での借りはまとめて。まとめて返してあげるんだから、なあちゃん。あの子、記憶が。今はそれどころじゃないか。そっちも準備はできてるわね。当然だ、やる。行くわよ、カード解放、テイクザクレイク。やっぱり見事ね。直接戦うのは軍の駐屯地以来だな。ええ、ですが戦力的にはあの時よりも。カトルさんの分まで全力でサポートします。偽物野郎が
覚悟しやがれ。ラーちゃんも今度こそ取り戻してみせるんだから。ああ何人集まろうと敵じゃないわ。片付けちゃいなさい、クレンデウス。